生まれはロシア、育ちは関西、舞台は東京、ピロシキーズです。今日からいろいろニュースを紹介していく新企画をやっていきたいと思います。今日はアメリカからのゲストを呼んでおります。オリバーさんです。よろしくお願いします。はい、はじめまして、オリバーです。日本で生まれ育った、アメリカと日本のハーフです。以前はモデルをしていたんですけども、最近はハーフ系 YouTuber としてハーフのことでしたりアメリカのことを取り上げて YouTube 活動をしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごいね、もうハーフ系 YouTuber とかも出てきてね、いろんな YouTuber が出てくるね。もう多いのよ、もうありゃありとあらゆる、もう私たちは何なんか何 YouTuber、 何系 YouTuber なんやろな、あれかな、やっぱりなんか、でも俺もそろそろあの下ネタ系 YouTuber って言われるのは嫌やね。なんかこの間ニュースサイトみたいな、ニュースサイトっていうかなんかまとめ記事みたいな、各どの YouTuber が何かやっぱ下ネタ系って書かれてたもん。うちも多分もうついてるよそのイメージ、もうアレちゃんは下ネタみたいな。いやもう気をつける、気をつけます。お前のせいやで。だから今回からちょっとは真面目にやっていこうよ。まあ、これからね、ちょっと頑張ってちゃんとしたニュースを取り扱ってね。はい、今日はアメリカ人のゲストを呼んでおりますので、呼んでおりますので、変な髪型して、酔っ払ってんのか前は本当に。呼んでおりますので、アメリカのアメリカ中心のニュースを紹介していきたいと思います。それでは早速第1回目のニュースをお願いします。アメリカで TikTok が9月20日から禁止に。これなんですけど、トランプ大統領はアメリカ国民に対して TikTok とメッセージアプリ WeChat の運営会社との取引を45日後から禁止する大統領令を発表。まあ、理由としては中国共産党によるアメリカ国民の個人情報の収集を可能にしている、経済や安全保障上の脅威だと挙げています。9月20日から実質的にアメリカの市場から締め出す措置になる。マイクロソフトなどアメリカの企業の買収を要求していて、期限を9月15日までとしているため、大統領令で期限内の合意に向け圧力を詰めた形となっています。ほう、まあ、つまり9月15日までにアメリカに売り渡せよってことなのね、 TikTok を。はい、でそれを売り渡さへんかったら使えへんようにしてもたるでっていうことなのかな。すごいな、そんな圧力。だからそういうことよ。でそれの理由は TikTok が、うん、アメリカ国民の個人情報を収集可能にしているからってことか。でもそれって TikTok に限らず、あれ何が収集できるんだろう、TikTok は。個人情報って何を、まあ、家住所でしたりとか。住所なんか登録せんくない TikTok。 あでも位置情報で分かるので。あ、そういうこと。それ何、中国共産党はその情報を持って何をするの。なんかあれ電話かけてくんの、あの最近おすすめのなんか営業電話みたいな、こう流出して電話番号、これ買いませんかとか電話かけてくるの。迷惑メールがかかってくるとかなんかな。やっぱメールは来ないとは思うんですけど、うん、まあ、多分そのアメリカとしてはその中国企業によるなんていうんですかね、まあ、侵略みたいな恐れを感じてるんですよね。電話番号を知られて侵略されるのかしら、うん、電話番号で。そんな、いや俺なんかね、そもそもなんだけども、これなんか国民の個人情報を守りますとか言ってるけど、国民の個人情報なんてバレたってね、問題ないわけよ。俺なんてもう別にさ、電話番号がバレようと住所がバレようとさ、いやあれよ、なんかドミノピザを頼んで無理やり注文を送りつけてくるいたずらをされるとかやったらな、困るよ。それ中国共産党するかなっていうのがちょっとあるわけよ。まあなんか変な種を送りつけたとかちょっと前にあったけどね。変な種、なんか種を送りつける問題もあったのよ。あのダウンタウンの浜田さんのお家にも、そうそうそう、中国から種が届いて、あの奥様が、まあ、そのまま知らずに種を打ちまったらしいんですけども、まあ、何の種かわからない。まあでもそれって別にさ、個人情報をさ割り出さなくてもなんか適当にその辺いっぱい送りつけるってことは多分できると思うから、あんまりね一般国民が
知られて問題となることは俺ないと思ってんねん。これをね見て、あ、私の個人情報がとか、うん、あと何だろう、ちょっと前やったら LINE とかもさ、あの個人情報を吸い取って、 LINE ってあの大元が韓国の会社やから韓国に情報が行くとかって言って個人情報が取られるって言ってるけど、あんたそんななんか重要な情報を持ってんの？でもね、なんか政府高官ならわかるよ。この間映画とかで見たんだけど、こう本当かどうかわかんないけど、なんか名前とかあの住所とかいろいろわかってたらクレジットカードが作れたりとか、偽のね、でしてたのよ、その映画では。なんかそういうのを恐れて、なんかやっぱりその電話番号だったりとか名前とか全部知ってたら、あとのなんかパスワードだの、あのハンコだの、なんかいろんなことは自分で作れちゃうから、でそれを作ってなんかカードをね、作られて、じゃあするとかって、それなんかどういう問題が起こるの？自分の名前で誰かがカードを作りました、うん、でそれであのお金を使ってあなたに問題があるみたいな。でも別に銀行口座からお金を下ろす設定とかをしていなければ無理じゃない？口座作るところからそれやらんと無理やん。いやだからまあそういうのをなんか怖くて、そのみんな気にしてるのかな。すごい効率的に電話番号と名前だけでもうクレジットカードが作れてってなったら、もうその仕組みはもう破綻してる。もうクレジットカードのシステムがもう破綻だわ、それだったら。ちょっと情報として怪しい、その映画の情報。まあ映画で見たから。もうそんなことはクレジットカード会社は、そんな、だってそれってクレジットカード会社の問題になってくるから、それ払うしあれはない、義理はないから、クレジットカードもうみんな倒産してまうわそれ。まあまあ映画で見ただけだから、映画の話だから。ただ本当にあのもしかしたらそういうのあるんじゃないかっていう恐怖もあるのかな。いやでも何にも知らんと、とりあえず恐れおののくっていうのが一番ね、なんかどうなんだろうと思うね。だって別に俺何エロサイトの検索履歴とか見られても構わないよ。何にもだって俺そんな大変な情報持ってない。それはね、政府のね、なんかもうなんか軍事的な何かの情報を持ってる人とかがそういうのをなんかこう利用して、その中から情報を抜かれるとかね。もうその政府高官が TikTok でこんな踊りをしている、その後ろに戦車とかが映ってて、あ、今ああいう戦車をやってんだみたいな、こんなやってる後ろで、あるんやったらな。なるほどな。あれやけど自分はそんなにな、怖いなって思わへんのよね全然。まあでも自分からしても、その TikTok 以外にもたくさんのさアプリケーションがあるわけだから、世界には同じようなこうなんかね、あのダウンロードの手法で、あとなんか名前入れたりとか、そういうのも一緒だし、てかもっとなんかね、あのたくさんの情報を入れてるアプリケーションがあるわけだから、なんでその中の TikTok が選ばれてんのかがちょっと分かんない、謎。だからもうその経済戦争なわけよ今は。経済の戦争をアメリカと中国が繰り広げてるわけじゃん。あのハーウェイの問題からもそうよ。ハーウェイのスマートフォンにはなんか電話を盗聴する機能が備わっているとか、そういうので、あのハーウェイを世界的なシェアを奪って、どっちかっていうとあの他のアメリカ寄りのものを使っていくようにしようとか、そういう何情報合戦なわけよ。だから TikTok がもう 今や若者に人気になってきたから、ここでやっぱり中国はそういうことをやるんだっていうイメージを与える一つの戦略なんじゃないの、これは、トランプの。もうじゃあ TikTok とか関係ないや。今たまたまこの TikTok が今当てはまるから、それが取り上げられて、その消しますっていうふうに。やっぱ中国のイメージを悪くするっていうのがやっぱ一番の目的な気はするな俺は。じゃあもう若者どうなんの、これでもうずっとやってて、なんかいろんなね、その自分のなんていうの、日々のなんか楽しい映像をアップしたりして、それで稼いでる人たちもいるし、それで仕事やってる人たちもいるし、その人たちはどうなんの、この TikTok が。なんか勝手にそんなことしていいの、なんかこれってだって中国のものでしょ。まあ、でもやっぱりアメリカ側からしたら脅威っていうのはこれ変わらんと思うね。これなんかね、個人情報を抜き取るとかそういう風な言い方をして、さも自分の登録してる人の身に危険が迫ってるかのような言い方をしてるんだけど、多分ねこれ違って、 TikTok っておすすめにバンバカバンバカ出てくるじゃん動画が、うんうん、いろんなね。でそこをどんどんスライドしてどんどんこう見ていくって、まあ私の場合はなんか知らないけど、若
若い裸の男がこうやって踊ってるのと見比べると、それもお前が見てるからだよ。それが出てくるんだけども、でもそこでさ、やっぱもしも中国がそれをね仕切ってて、ちょっと中国にとって有利な情報ばっかりをおすすめにアップするようにしようとかってなったら、まあ、あの Facebook でさ、なんかトランプ大統領に有利な情報を流したとかっていう、ロシアの問題もあったじゃない。まあ、あれじゃないけど、そもそものその SNS の、 あのトップがもし中国がもし握ってたら、そういう情報をバンバカバンバカ出してくるんじゃないの。そしたら私たちの内政にも関わってくる。それはだって脅威じゃん。それは恐ろしいことよ。それ外国のメディアが要は支配してる状態になってるからね。でもそれって中国だけじゃないよねって、あのエドワード・スノーデンとかいうやつがさ、アメリカ の、 あの情報をさ世界に公開した時に、あのプリズム事件っていうのがあったわけよ、うん、要はアメリカの NSA がもうアップルだグーグルだいろんなところと連携して、もういろんな情報を世界から集めている、個人情報を、うん、もう例えばもうそのそれに狙われたらもう自分のスマートフォンのロックを解除した瞬間とか、ロックを閉めた瞬間とか、もうありとあらゆるものを、うん、情報をアメリカが持ってるって、それはもうそういう組織があるのよ、そのプリズム計画っていうのが、うん、NSA にそういう情報をどん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 流していくっていう、個人を監視するために、そういう組織なんか似てるの近いのかな、 TikTok。 いやだからもちろん中国もやってるけど、アメリカもやってますよって、うん、で日本のね、これね、なんか政治家さんがこれ見てるとね、埼玉県の公式アカウントとか、あと吉村知事大阪の、うん、彼もね、なんかコロナの情報とかをTikTok やっぱ若い子見てるから流してるっていうのがあるねんけども、彼もやっぱそれでアカウントを今回のこの件で凍結したのよ、政治家さんたちみんな、この公式アカウントだなんだとか。でこれがね、要はもうね、まあ、TikTok は中国に何か情報を取られるかもしれないからっていうので買い占めてるっていう状態だと思うんだけども、じゃあ Twitter はいいのかって話よ、 Facebook は安全なのかって話よ。本当にアメリカはいつまでも日本のために動くのかしらっていうところよ、私の懸念としては。ありとあらゆるアプリがあって、どこ製のアプリかっていうのがもうアメリカ製だったらアメリカに情報は行ってると思った方がいいし、中国だったら中国に行ってるだろうし、韓国だったら韓国に行ってるだろうしっていうので、もうね、 SNS をやるっていうのは情報は抜かれる前提でやるしかないのよ。もしそれが嫌なんだったら日本で作ればいいじゃん、 SNS を。まあだからこう個人のなんか判断に任せるし、任せていいのかなって自分は思 う、 そう情報抜かれたくないっていうんだったらこのアプリをダウンロードしなければいいだけの話で、そうなんでそれをなんか政府がもう消すみたいなとこまで決めれるのかっていうのはちょっと分かんない。本当にじゃあそういう問題あんの、じゃあ出してよっていう、そういうなんていうの、抜かれた事例とかどうやってそれを抜けるの、そう、具体的なことを、ね、言ってくれないと若い子も、うん、だから今の私としては、え、電話番号とかを知られるのって、じゃあ構わないよ、もう別に、うん、それよりも TikTok でこれやりたいってとか思ってる子からしたら全然何の脅威でもない。でも本当に何か脅威があるんだったら具体的に何が脅威なのかっていうのを教えてほしいよね。もうちょっと強制的すぎる、うん、そのなんか若者に対してのそういうね、何も考えずに勝手に決めたからもうじゃあもうやめましょうっていうのが、うん、中国の経済圏っていうのはちょっと怪しいところはいっぱいあるなと思うのよ。必ずしもさ、綺麗事ばっかりじゃなくてやっぱりいろんなさところにお金が流れてて、まあ、いろんなやっぱなんか日本にとって悪いことになるっていうのは全然ありえるんだけど、果たしてアメリカのそのユダヤ資本が私たち日本人にとって一切脅威がないのかというと、そんなことはないんじゃないのということを考えるきっかけにしてもいいのかしらねと思う。所詮私たちなんてどこかの誰かお金持ちさんの作ったものを見て楽しんで操られているのよ。これがいいわよって言ったらそれをみんな買いに行くし、あのクソくだらないポケモン GO とかいうアプリを出してみんなでピカチュウを捕まえに行けと言ったら何十人もそのピカチュウが出た場所に行くわけでしょ。そんなの金持ちのあの人か知らないけども、なんかすごいその
人たちはそれを見てあいつら何もないところに集団で俺たちがあそこに行けと言ったら行ってるわやばいやばいって見てるよそうやって。だから私たちなんて所詮動物として見られてんのよ。羊なのよ。そう、飼いならされた羊の奴隷なんだよ。だからだからもう奴隷として生きると私はもう決めたから。決めた。もう別に何だって見てちょうだいと。もう私のうんこしてる姿、この脱糞してる姿を見てくださいということまで思うよ。もうどうやって、もうその代わりもうそれないから無理だから、もうだからもう楽しませてくれと俺は思うね。だから俺はそんなに脅威に感じていません。オリバーさんはどうですか。まあ、僕も正直個人情報抜き取れることは僕も心配してないんですけど、アメリカ人的な目線っていうとやっぱネットから発生した犯罪って多くて、多分誘拐だとか、うん、そのデーティングアプリ例えば Tinder とか、まあああいうのもそうなんですけど、結局こうオンラインで人と知り合って、じゃあ実際オフラインで会って何かひどいことされたとかっていう、そういう背景がアメリカにはあるので、個人情報とかっていうことに関してやっぱり敏感なんですよね。多分日本でもさ、それ違うのかなっていう。それ何でもそれは別にそれは何、中国人が呼び出して何アメリカ人をボコるってこと。いや多分誘拐するってこと。そのネット社会が、まあネット社会っていうものがもうみんな当たり前になってきてる中で、うんうん、アメリカの企業だったり、まあヨーロッパの企業だったら、まあアメリカ人的な観点で言うと自分たちと近いから信頼があるっていう思うんですけど、まあアメリカと中国の背景がある中で、まあそのこうアメリカ政府がこういう言い方すると、まあアメリカ人としては、ああ怖いなって思っちゃうのかなって。つまりその昔のネットその社会から生まれた何かそういう危険な事件とかを連想させてしまうような、なんかそこと多分リンクしてると思うんですよね。まあ、こういうふうに言えばこうやって、まあ、国民は TikTok だったりその中国系のアプリを警戒するとか、まあ、実際だから曖昧なことを言ってるんだね。この個人情報を抜き取られるかもしれないってすごい曖昧、うん、なんかさ俺嫌いなやつおんねん。あの監視カメラを設置しようとするとプライバシーの侵害だというババア嫌いなのよお前外を歩いてて誰に見られるかわからない状態だよ、うん、それなのに監視カメラに撮られては困るってどういうことなの。木の陰で誰かがあなたのことを見てるかもしれない、なんで監視カメラだけそんな怖いの恐れるのって俺思うのよ。なんだよな、もしかしてそれもなんか個人情報がって言うのよ、まあ、歩いててちょっと鼻をほじくったの映っちゃった、やだ恥ずかしい。でもそんなの外を歩いてるんだから、もう不特定多数の中をあんたはもう歩いてんだよ。鼻なんてほじってるのを見られたくないんだったら外を歩くな、ほじるなって話なんだよ。多分そう映像的に残したくないやろな、そのだからほじったやつを後でこう見返してね、こうまあなんかね、設置してる人がこう見返した時に、あ、おばあちゃんが歩いてるわ、鼻はじってる、あ、気持ち悪いみたいな。いやでも記憶というものの中にすごく残るよ、もし生身の人間が見たら。生身の人間意味ないんだよそういうのって。まあなんかこんなこと言ってさ、俺トランプさんまた叩いちゃったかもしれないけどさ、叩いちゃったか、別に俺中国の回し者とかじゃないからね。俺別にこれあれ中国の脅威を排除するのは素晴らしいことだと思ってるからね、うん、ただだからといって他の中国以外のものは大丈夫なのかっていうことに疑問を持ってるわけ。我々日本人は日本人ならではの、うん、ものを確立して日本で安全に使えるものをどんどん作っていくべきなんじゃないの。そうね、作っていきましょう。もう、まあ、冷静に考えたら我々日本人とか言ってるのもおかしい話なんだけどね、ここでなんかそのまま共感しちゃったけど、ちょっと今言って思っちゃったけども何も我々じゃねえわよって思って、まあ、あの日本のダイバース入りのダイバースでいきましょうもうとにかくね、みんな嫌いでもみんな好きみたいな状態、もう結論なしということで、今日はゲストのオリバーさんに来ていただきました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。本当に楽しかったです。本当に、あ、ほんまにニヤニヤして